ということで、久しぶりの音ですね。はい、久々すぎて何喋っていいか分からんな。とりあえずじゃあタイトルコール先に行ってみたいと思います。八代丸目ゆぐざしる特捜部始まるよ。はい、皆さんお久しぶりですね。個人的に多分出るのがどんぐらいぶりやろ、1ヶ月半ぶりぐらいにね、出てるんで、みんなちょっとね優しくしてね。久々だからちょっと感覚がね。はい、で今日は来る予定の人が何人かいるんだけど、さあ本当に来てくれるのかどうかって感じかな。はい、みおさんね、前回の放送の話をちょっと軽く聞いたんだけど、あーいやらしいね、あのいじり方はね、うん、下手したら、いや多分ねゆらは確実に来るかな。あのいじり方は結構すごいね。あれされたら俺泣いちゃうかもしれない。泣かないけど。あ、俺は別に本名を暴露されても全然平気だから。むしろ俺が多分ユグダラシル入ったばっかの時はずっと LINE の名前が本名だったから俺は全然平気、うん、多分ね。まあ先週とか前回の一部のやつは俺もこの話を軽く聞いただけだから全然わかんないんだけど、今日はうちはハロウィンじゃないね。ハロウィンは休み前の13日にやったから全然ね、多分ツイッターとか見てる人はわかってると思うけど、おじむさんのイランの画像とかね、おじむさんが白塗りか、うん、白塗り、俺何やったんだっけ、あ、そうだ、勇者ヨシヒコ、うん、もうしっかりと長いコメントをくれてね。あ、じゃあおじむさんのそのね写真をせっかくだから載せよう。ちょっと待ってね。探すまで時間かかる。あったわ、これこれ。じゃあみんなのコスプレの様子って感じでちょっとこれ写真使ってもらっていいですか。はい、そう、ハロウィンの格好をコスプレの女の子たちが記念撮影したと。ああそれはうちじゃないね。うちの店の前って結構なんかそういうバンド的なやつがあるね。ちょっと待ってね、電話来たな。ゆいくんから電話来たわ。おじむさんがね、あ、ユグドラの看板の前。そしたら全然違うね。やっぱうちの店の看板ってホスト看板の中でもやっぱさ、下にあるのが多分5枚ぐらい、5、6枚あって、ユグダラの場所的に角だからさ、一番取りやすいんじゃない。おじむさんはまだ飛んでないんだよ。俺さ、絶対北海道旅行終わったら飛ぶと思ってたんだけど。北海道旅行終わったら飛ぶと思ってたわ。じゃあまず、いけます写真。はい。じゃあ写真が、じゃあ、一番上のやつからお願いします。はい。これね、逆や、こっちか。
あれ、おじめさんの白塗りね。で、後ろがピッコロ大魔王に、シオンピッコロ大魔王ね。で、一番右っていいのかな、これは。右は、ゆうきくんね。はい。こんな感じよ。で、そんなスケ、マリオじゃないよね。スケキヨだよね。俺、ほんとね、正直、暗い店内で見るのちょっと怖かったもんね。うん。で、その次お願いします。はい、もうこれ完全スケキヨだよね。完全スケキヨだよ。このちょっとした微笑みが怖いよね。もうでもここまでやっぱやってくれるっていうのがねすごいよね。あのシオンに関しても顔をここまでしっかりね塗れるっていうのがやっぱすごいことだから。ちょっと待ってね。もしもし、早く早く、まあ始まってるよ。な、場所わかるでしょ。ええ。ええ、それちょっと一緒に連れてきてよ。ちょ、カレン君にか連絡して。はあ、嘘でしょ。それ行き過ぎ。あ、もっと手前。あ、もっと手、もうちょい手前。うん。うん、大丈夫だよ。うん、はい。ルノアの手前、あの、ファムの前。ファム。ファムっていう看板あるから、多分。そこのビルの2階。うん、はい。はい、ね、あの、ちょっとさ、コメント見ながらさ、今電話してたんだけどさ、なんだろう、あの人は今みたいな感じやろね。本当に。まあ、おじまさんはまだ飛んでないから、あの人は今が適用されないから。まあ、こんな感じ。はい、次お願いします。はい、これは、あれだね、アスカだね。ちゃんとね、ペイント、なんかボディーペイントっていうか、あれもして。すごくない？これすごいよ。何やろな、この、これ。これ何やろな、この、可愛いキャラなのか。なんか女の子のさ、自撮りとかでよくあるよね。最近こういうのとかさ。これはまあ昔からこうやってあるけど。小顔効果のやつ。いや、でもカラコンってだいぶ変わるんかな、これ。はい。ニコ生初登場。ではないよね。初ですね。あ、初登場。はい。はい、ゆらくんです。どうも、ゆらです。結構まで歌舞伎町、あ、歌舞伎町じゃねえよ、ユグドラシルではだいぶみんなに知れてきたんじゃないかなって思う。ニューフェイス、はい、入って何ヶ月ぐらいだった？入って今は2ヶ月ちょっとです、ね、2ヶ月ちょっと、はい、そう、独特な雰囲気、そうだよ。今ね、酔っ払ってるからね、あの、いろいろ聞けると思うよ。何でも答えます。ゆらゆら大丈夫？ゆらゆら酔っ払ってます。もう眠たいです。はい、でもさ、ほら、なんで口を押さえてるのって言うけど、やっぱ喋るときに口を押さえる人ってやっぱ上品だよねと思うんだよね。恥ずかしい、何これ。ほんとね、ガチ女の子みたいだよね。前髪短すぎるんだよ、その前髪と横の比率が全然違うの。そうなんですね。すいませんね。3倍ぐらいあるよね、多分横の髪の長さ。前髪パッツンの男の子ぶりって言われてきた。そしたらね、今ね、あのハロウィンの時のね、やつやってんの。ハロウィンの時の、そう、はい、じゃ あの次の写真大丈夫ですか？はい、はい、ね、これはもうね、うちユグドラシルで女装が大好きなね、女装が大好きなもの、あ、じゃあシュって絶対趣味やん、これな、女装。そうですね。だってハロウィンイベントやね。ハロウィンイベントで投票があって、優勝者にはなんかで、ダメだった人には罰ゲームっていうやつなのにもかかわらず女装やねん。だから俺もツイッターに書いた時にもうはっきり言ったもん。なんやったっけ、あ、個人個人好きなコスプレをしています。
好きなコスプレをしています。もうこうやってね言ったら大体俺がと関わりある人とかお店来てくれてる女の子たちは分かると思うけどさ、俺がそういう風に言ったら、まあ、もちろんもう好きだよね、女装、そうね、趣味だよね、もう趣味の域だと思うよ。1位誰やったっけな、楓さん、そう1位は楓さんやった。で最下位はさて誰でしょう。っていうね、あんじゃん。じゃあここアンケートお願いしてもいいですか。はい、どうしようかな、1位が楓さんなんで、そうするとそれ以外だな、最下位オジム、神宮寺楓、八代美代、あと面白い人誰かいないな、3つでいきます。あとなお最下位だったのはこの4人の中どれでしょう。神宮寺楓はなしか、あ、神宮寺楓1位言っちゃったな、1位って言いましたね。高川レオ、美咲奈緒、おジム、八代美代、はい、ミオさん、ナオさん、レオさん、はい、OK です。はい、さっきね、写真出たけど、そんなスケキヨかまあ、俺のやつはまだ出てないね。あー、出てない、出てない。でも、ほんと、毎回おるな、絶対、ナオナオ、絶対、ナオ絶対、ナオ、これ、あれもメレブだからバカか、紫、紫、バカか、これ、メレブと一緒だからね、これ。はい、最近勇者ヨシヒコ面白すぎてね、昨日も見たもん。北海道から帰ってきてそこ見た俺以外誰がいる、ちょっと待って待って待って、やばいやばい、なんか俺別にね、そんな悪くないよそうだ、この後、しかもこの後にさ、あの写真まだ俺のやつ出してなかったからさ、ちょっとアンケートちょっと見てたわ。あ、そうですね、はい、写真まだ、おー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 、そうだね、俺の出してからがよかったね。ミオさんゼロ、絶対君たちあれでしょ、前回の女装イベント見てないでしょ前回の女装イベント最下位誰だったと思う。ミオさんだからね。あ、そうなんですか。そう、ミオさん0.0 はおかしいわ絶対あれじゃん、うちのお店来てないやん。来てない、女装イベント来てないでしょ、うん、女装イベントいつやったっけな、4ヶ月ぐらい前か。あ、4ヶ月前にやった。そう、みんなご新規さんなのかな、ちょっとわかんないあのね、今回の最下位は宝代でしたね。やっぱ女装しちゃったから女装しちゃったから、あの人は一人だけ俺じゃないよいや、もうそんだけ振ったからって俺だと思ったら大間違いね。女装のクオリティは確かに高かったけど、いや申し訳ない、女装イベントじゃないんだよ。もう、うん、見事に罰ゲーム、見事に罰ゲーム、ね、写真誰の写真、俺か。じゃあさっきの、レオさんの次のやつお願いします。これカレン君ね、しっかり僕もうね、メイクっていうかあれまでしてすごいよ。まあこれはね、もうハロウィン OK でしょ、うん、女装に比べたらねまあちょっと女装ってちょっとあれですよ、ね、ハロウィン OK だよ。カレン君しっかりね、顔にチャックつけてるからね、ここ本物のチャックだから。あれすごかったっすね。ちょっと閉じてみてほしいどれだけシュッと顔なんのかな思うけど、相当開いちゃってるよねこれね。そうだよね、もともとだってこれチャックつけるやつってさ、開いてるわけじゃんこれ。そう、ね、こういう感じで、じゃあこう顔でキュッてしまったらさシュッてなるでしょシュッてなるでしょ、潰れるっすね、これ多分ね。ボンド的なやつでつけてるんじゃないかな、結構ね、あの取れてきてたから、うん、しかもこのチャックもなんかちゃんとしたチャックでちゃんと閉まるんだよね、こうやって。
自分の好きなところで開いておけるみたいな。だから横をさ口につけたらさ、そういうなんか口裂け女のチャック付きみたいなのもできるっぽいやつ。ぽいやつ。うん、ぽいやつ。そこまでちゃんと見てない。はい、次お願いします。はい。はい、これですね。はい、これ俺です。頭はちょっと、俺はあのね、ちゃんと撮りたくなかったっていうのも、俺の携帯にはこれしか残ってない。これ後ろにさ、チラッと映ってるんだけどさ、あのショーがね、パンダの被り物あってさ、ちょっとさ、パンダの勇者って面白いじゃん。面白いし、しっくりきてるんだよね。地味にこの絵が。合ってますね。そう。で、後ろを見たら、ショーがいる。そう、俺はヨシヒコ好きだからね、勇者ヨシヒコ。ちゃんと、あの、シーズン1から2で3、今やってるけど、それ見てるんで、はい。でもね、この売ってるんだけど、これ偽物だったから、そう、安いやつや。あの宮川大輔みたいな感じで言うとな、これも着てみて分かる安いやつやんみたいな感じやん。本当にこの、ま、普通ね、ここあのマントが首元あるのよ。でこうなんかふかふかしてるみたいな感じなんだけど、これふかふかしなくて、どんどんマントが後ろに行ってこう、あ、首が締まってるね。おい、やめろ、俺が安いとか言うから見てるから、ちゃんとコメント全部拾うぐらいの勢いで行くから、あんま流すけどちょいちょい。写真だと割とね、割とちゃんとしてみえるよね。しっかりしてみえる。このさ、下に履いてるのが、本当はこれね、下なんもないのよ。ついてなかったんだけど、ドンキに売ってるレディースのやつ。入ってよかった、本当に。入ってよかったよ。マジで。あ、これが最後か。最後。はい、ありがとうございます。はい、それは太ってるから食ってなるっていうこと。それ詳しく欲しいな。別にあの俺は太ってるいじりしてもいいんだけど、あのちゃんとね、クッて、それ欲しいわ。太ってるからクッてなるんだけど、しっかり止まってるとか、多分ぴったし、グッて、グッて、ああ、なるほどね。クッてなんで。はい、じゃあ改めてね、今ちょっとあれや、ハロウィンの、話の途中でブヒって効果ブヒッて、お、今うまく、今久々にやったわ。中学校ぐらい以来にやったわ。まあいいよ、置いといて。はい、ちょっとダメだ。あのさ、そんなさ、お前もらってんじゃねえよ、お前。ね、じゃあ、ゆらの自己紹介、軽く。じゃあ、そうだね、あの、今、ちょうどそのハロウィンのイベントのやつを途中やったから、はい。そう、じゃあ、ゆらの自己紹介、まず、まあ、ゆらゆら言ってるから、名前と、はい、僕はこういう人ですよ、こういう女の子が好きですよ、あ、こういう営業ですよ、あ、まあ、はい、うん、はい、どうぞ。恥ずかしいな。いい、はい、どうも、2ヶ月ほど前からちょっと入店させていただいて、はい、今、はい、働かせて、ユートラシェルの方で働かせていただいてるんですけど、はい、ユラです。そうですね、好きな女の子のタイプはすごい、その黒髪パッツンの子が好きで、もう黒髪のパッツンの子はもう連絡待ってます。もう、あ、はい、男の子です、ちゃんとついてます。そうですね、なんだろうな、ね、営業方法とか言うんですか、うん、そうですね、基本的にずっと多分イチャイチャしてるかなって思うんです。あ、はい、21歳です。はい、イチャイチャしてあ、はい、やれば、ちょっと多分あると思います。ちょっと、なんか恥ずかしいわ。すごい、もぐもぐ隣で。恥ずかしいな。あ、本当ですか。ありがとうございます。もう終わり？あ、そうですね、もうあの黒髪パッツンの子が好きで、それでもちょっと自分もパッツンしようかなとか思って、ちょっとパッツンしちゃいました。すいません、なんか。まあね、あの黒髪大好きってね、あの自分のことかな、黒髪パッツン大好き、自分大好きらしいわ、ゆらは。もうそうですね、すごい、もういつもあのお店行ってもずっと鏡眺めてる。
いや、いいよ、そういうのすごいいいと思うよ。本当ですか、もう今あの、他にもさ、ほら、はい、キッチンでいつもサボってる人はさ、鏡見てるじゃん。ずっと鏡の方向いてるやん。多分ちょっと僕もその一員になりたいんですけど。あー、なるほどね。うん。なんでゆぐだら入ったのかって。なんでゆぐだら、あー、そうですね。ちょっとなんかその、いろいろホスとかちょっと見させてもらって、うん、なんか。ゲイだから見てたんでしょ、あー、いや、ゲイではないんですけど。そうですね、ちょっとゲイ枠はちょっとやっぱゆきやさんに。ああ、まあ確かに。いや、でも2人3人ぐらいいてもいいと思う。すいません、ちゃんと女の子好きですよ、もう待ってます。でもね、そのゲイ枠でさ2人3人おったらさ、おじむはバイとか書かれてますけどね。いや、おじむさんは違うよ。あの人は女が好きや。女の子大好きですよね。女が好きや、あの人は。ダメだよ、それはにわかだよ。ゆぐだらしのにわかだよ。そうですね、ちょっとおじむさんに触れてからちょっと言ってほしいですけど、うん、おじむさんが本当に、あの人は本当もう、おじむさんの伝説いっぱいあるんだから。かなりあります。おじむは生粋の何粋の色が、はい、ちゃんとね、読み上げるから。女好き、襟足切ったら中性的になりそう。あー、襟足ですか。おじむは生粋の女好きって言ってきてね。襟足切ったら中性的になるね。俺もなる？なります。なる？でもあんま分からんわ、ちょ、首の肉つきすぎて悔しい、あるひとか言われて。いや、もう俺の、もう泣き声、肉、もうでもさ、こうやってやったら分かるし、ほら、ね。あー、でもやっぱり襟足なくなるって結構襟足でいいね、別にこのまま伸ばすけど。あ、伸ばすんですか。三崎部費でいいよ、もう三崎部費。ほんと、なんか次、なんか罰ゲームあったら三崎部費にするわ、源氏な。それで許して、許して。イエラウーロン茶でいい。あ、お化粧してメイド服とか着た方がいい。いや、実はこんなふわふわしててさ、可愛い系のゆらゆらはなんと福よかしるの一員なんです。そうです、福よかしるの一員なんです。実はちょっと太っちょなんですけど、あの、ホスト未経験よね。そうですね、未経験で福岡シルの一員っていうのはやっぱ嬉しいことや。あの、みんな経験してから福岡シルになってくんだけどさ。そうですね、もう入る前からもうちょっと、そう、やっぱりちょっと前職ちょっと体透けてるしね、なんか。あ、もうちょっとやめてもらいたい。なんかちょっと透けてない。ちょっと透けてるよね。あ、本当ですか、ありがとうございます。あ、いただきます。ホストとして太め、太めだするじゃん。じゃあ俺はもうね、ホストとしてはデブだしね。一般的に言ってもデブだしね。もう拾いはない。ナオみたいに太られて。ちょっと待って、俺どんだけデブキャラが、そんなにデブキャラ。そんなにデブキャラが、もう確かにね、そのキャラを維持するためにも、やっぱ今もね、食べるけど、食べてる姿見たらちょっと、ほっこりするでしょ、やっぱり。俺ご飯食べれないんだよね、とか。体調悪くないのに、いや、まあダイエット中だからとか、そんな人とご飯行っても楽しくなくない？そうです、ね、どうせさ、あ、私もあんま食べないからっていうやつに限って家でめっちゃ食ってっから。あ、まあ、めっちゃ食ってるから、そう、ボリ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 食ってっから、もう、あ、私そ、朝食なんだよね。じゃあなんで太ってんの？いや、なんかストレスが。太ってんの、そんなストレートに言わんよ。ストレートに言わんけどさ、あれ俺と一緒やんとか言うと、やかましいわとか言ってくる女の子いるけど、なかなかね、なかなか、まあ、そう、食べない、私ご飯あんま食べないから、なんでその体してんのって不思議に思うわ。でもおじむさんがよく言う、僕デブの小食なんでってよく言うから。実際その通りなんですよね。おじむさんとか、そう、あんまでも回数分けるから、あ、回数分けるからすごい。やっぱ食べてる時が一番いいよね。おじむさんはでも本当にデブの小食。すごい、だってあれですよね、ナオさんとかご飯連れて行っても全然食べないですよね。全然食べ、おじむさんなんでやろうな、体質が変わったんじゃない、代謝が変わった。あ、でも汗かいてるとこ見たことないわ。そうですね、ね、暑いとか言ってるとこ見たことないでしょ。確かに汗かいてるとこ見たことないわ。色もめっちゃ白いしね、猫背やし。俺の服のサイズは 3L、 じゃあ XL ぐらい。いや、3L ってダップやぞ。そ
そうですね、ダップなんですね。ダップはフリーサイズの肩出すやつを首元で普通に着るから、普通の T シャツみたいにするから。ダップさん何人の人が見たことあるんですかね。そうだね、この今見てくれてる人の中にダップを見たことある人が何人いるか。ちょっとゲップしちゃった何人いるかだよね。多分ボスよりすごいですもんね。全然すごいじゃない、もう幅が、体重が自称110キロ。確かにそうですね、110キロ。うん、 M なんですよ。いや昔は M やったぞなんなら S 着てたぞ。 M 着るとチビ T だねM 着てもチビ T やし、そのブランドっていうかメーカーによっては L 着てもチビ T になる物によっては L 着てもチビ T になるから、うん、前に写真公開、あ、昔の写真ね。でもミオさんがタイムラインに公開してた直くんの写真はイケメンだった。マジでどの写真だろう。どの写真ですかね。どの写真。いや一時期なんかミオさんがね、俺の昔の写真とか潰れて寝てるところの写真をさ、この人は誰でしょうみたいなやつ上げてたんだよ最近よく上げられるなと思ったらいきなりパタッと上げられなくなって、でこの前のその旅行のやつもツイッターに上がったりとかしてるんだけど、マスクしてるやつ、ああ、もう完全旅行のやつやな。あ、旅行の写真です。あの相馬さんの真似してるやつやろでアンチ増えるからやらんけど、絶対に出た相馬さんの真似アンチあれですよね、これ相馬さん似てないですかとか。いや、それ言うな、お前言うな、やめろ、お前。あ、じゃあこの写真も載っきましょうか。じゃあこれ、じゃあまずこれを1個目のやつをお願いします。これがね、あの北海道でね、うん、やったやつなんだけど、はい、アンチ増殖中。いやでもさ、やっぱりこのこういう生放送とか、まあ、ツイキャスとかもそうなんだけどさ、はい、ツイキャスはでもアンチ少ないよね。あ、あのツイッターでアカウントバレちゃうから。あー、そうニコ、やっぱり匿名ですからね。そう、ニコのニコ動とかで言い合いでさ、バンバンアンチコメ流してる人の放送はやっぱ人気あるよね。あ、逆にキョウちゃんとか昔かわいそうだったもんね、うん、だけど今ね、もうすごい人気出てね。うん、あ、はい、お願いします。はい、これですね。あ、やっぱ引き伸ばされるとちょっと違うな。あ、うん、そう、もうちょっと縦長に、縦長にしてほしいですよね。ちょっとちっちゃめにしてくれたらあれだもんね。注文か、うん、注文。あー、これぐらいちょうどいいじゃんこれぐらい注文多いな注文多すぎてなんか申し訳ないわ。太ってるやないか。太っとるわえ、しかもなんかこの、まあ、この時ね、ジンギスカン食べに行ったんだけど、あの、美味しかったね。あの、し、なんかね、油が飛ぶから白のやつをね、着てたの、これ、うん、まあ、白は膨張色やなぁ、ほんとに。あ、もう、さすがに、さすがに白い前掛けがパッツンパッツンで、これをダップがつけてるの想像してみて。タップが、タップの写真あるかな。タップがね、つけてるやつがね、想像する。あ、もうタップとか、これ腕通すの諦めてるわ送るけど、あ、送りますね。タップはもう腕つけるのを諦めてる。はい、そう、腕からアウトだったんだよ、タップは。俺はまだ入ったし、比較的みんなこんな感じだったね。みんなパツパツぐらいだった。そうです、みんななんか、僕も一回つけましたけど、すごいパツンパツンで、うん、ね、あー、こんなきついんだなって思って、タップも腕通すの諦めてるからそして見て、このご飯、タップさんもうチョリッス先生って何？チョリッス先生。いや俺がさ、もうダップの紹介ってあったのかな、今までの。あ、そうなんですかね。ちなみにご飯は僕が盛りました。あいい感じで盛れたね。もう俺ね、
カルベさんにしか見えないのよ。カルベさん本当に、いやこれはおじゅめのお兄ちゃんとか。いやおじゅめさんより全然若いですよ。全然はもう守れないよ。ガードが緩いタイプ。あ、ナイキンさんですね、うん、ラップさんは最近入ったうちのナイキンね。もう1ヶ月半ぐらい経ったのかな。大体そう、あ、うん、いやでも僕よりも長いんで多分2ヶ月ちょっと経ってると思う。あ、本当に全然知らんかった。そんぐらいか。もう一枚、はい、もう一枚お願いします。俺はこんなんで、ね、出たボスはちゃんと腕まで入ってるわ。ボスも食べたいのかな、これこんなのご飯。こんぐらい食べたいんだと思う。しっかり見てるもんね。しっかりな、うん、で後ろに映ってるのはギリ。そう、首の肉ね、これ見て思った。俺これ思ったんだよ。今別に普通やん、多分これね、ほら、あ、ちょっと伸ばしてるけどさ。そうでもこれ多分この角、あーってやると、あー寄ったわ今、寄ったわ、ダメなんだと思う。キャッシャーの人っていう、キャッシャーの人っていう、ちゃんと覚えてあげて。ボスって言うんだよ。今のご飯全部食った。全部食べてましたね。もりもり食った。さんなんだかめっちゃ食べるっすよね。だからデブなんだよ。だからデブなんだよ。首の肉はでもほんとダメだよね。今これシュッとこうやってスッとこうやって伸ばせるか分かんないよ。分かんないけどさ、これをさ普通にしてさ、この横向きね、じゃあさっきのやつやられて、あーってやると肉がもうここ乗るのよ。やばいよね。お肉美味しかった。ジンギスカンすげえ美味しかった。うわ、北海道行ったのって、さっき言ったのあれ、食券、知らなかった。食券さんではないわ。 あのご飯食べた。男の子のお腹って異次元に繋がってる。あー、あれでしょ、昔草薙剛が主演でやってたあのフードファイター、決め台詞が俺の胃袋は宇宙だ。やべ、これ絶対知らん人は知らんぞ。だって俺小学校の時とか、もうこれ知ってる人はもう、なおさん小学校の頃ですかとかだよ。だから知ってる人はもうジェネレーションギャップだから。完全にもう今俺今年27、同じくらいの年代で、多分僕と6個違いなんで。そう、絶対。そうですね、僕はちょっと分かんないです、ね、ちょっとこのジェネレーションギャップやばい、ね、はいはい。手が疲れない、こうやって押さえて。ああ僕ですね、乳酸やばいやろ。あ、ちょっと体ちょっと透けてるし、癖が。はい、ということでね、じゃあ時間もちょうどなんで、はい、一旦 CM 行ってみたいと思います。はい、どうしたらいいんですかね、これ。ちょっと唐突に振られたんですよ。何していいのかちょっと分かんないんですけど。助けて誰か。なんか、あ、いや、もう、あの他の人、そうですね、どうなんですかね、あの、ぼっちですね、もう助けてください。やばいな、すごい恥ずかしいな。この趣味ですか。友達少なそう。はい、もうそうですね、基本的に落ち引きこもってます。趣味は、あ、でもあの昔ギターとかやってましたね。そのギターとパソコンいじったりとかするの趣味です。はい、ゲームとか大好きです。あ、はい、米拾っていきます。
あ、本当ですか。バンドやってましたよ、これでも。はい、ゆらぼっちです。助けてください。しかもちょっと若干酔っ払ってるんで、ちょっとどうしたらいいのかなって。あ、名前の由来ですか。そのなんかちょっと僕もともとその酔っ払った時にすごいゆら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 癖があって、なんかそれでちょっと友達に聞いたら、じゃあもうそういうので可愛い系でちょっと攻めようみたいな感じで、それでゆらって名前になって、今ではちょっと定着してればいいのかなみたいな。バンドはどんな曲？あ、はい。ボカロとか、あと、そうですね、たまにラルク・アンシェルとかの曲とか弾いてましたね。はい。でも基本的に多分ボカロとかが多かったですかね。あと、あ、本当ですか、ボカロ、歌？ヘルプついたら、はい、お話、そうですね、ちょっとできれば振ってくださった方がすごい僕も話しやすいんですけど、ごめんなさい。結構自分から、歌ってみて。これ歌とか歌う枠なんですかね、ちょっと。なおさん。参ったなぁ。あ、なおさんが救世主のように。あれ。これ歌とか歌う枠なんですか、なおさん。あ、帰ってくるよ、ちゃんと。あ、全然カラオケ。やろうか？カラオケあるよ。カラオケ行くんですか、逆に。あ、もう。でもさ、これさ、その名前の由来の話してたけど、はい、ゆらっていう名前を聞くと、はい、二人エッチしか出てこないんだよね。あ、で、わかる？ちょっと見たことある。あ、見たことある。二人エッチしか出てこないんだよ。マジで。ゆらって、源氏なん何なのって聞いたら、ゆらって言われて、パッてきたのも二人エッチ。やっぱり基本女の子。女の子、ゆらさんだよね。いや、ゆらさんもさ、まこともさ、ねえ、処女と、童貞でさ、あれエッチくないよね、しっかり見てるんだね。しっかり見てます。俺はあれ好きだね。俺はもうすべて勉強させてもらったから、あれ、ね。そうですね。僕もなんか中学生ぐらいの頃に初めてちょっと読んで、なんかもう。あ、やっぱ中学校なんだ。そうです、ね。俺がまだ中学校で読んだ時って、まだ出てる途中やったもん。二十何巻ぐらいまでしか、確かに出てなくて、それをね、みんなで買って、友達とね、はいはい。俺が一番買ったのよ。確か21巻ぐらいまでしか出てこなかったのに、出てなくて、で、俺が何巻までかって15巻分ぐらい買ったのよ。で、残りみんなでさ、4人ぐらいで割って残りのやつ買って、俺んとこに残ったのが13巻と14巻だけ。あれ？14巻だけ。ほとんど自分で買った。そう。で、しかもみんなで回し読みしてたのよ。もうなんかさ、なんか分かる人、言いたいこと分かる人、ページとページ張り付いてたりとかさ、もう嫌だったわ。あれは嫌だったわ。それは辛いですね。辛い辛い。僕はさっきなんかもうコメントで言われてたんですけど、なんか友達少なそうとか言われてたんで。俺なんて今友達いんのって書かれてた。友達おるわ。友達ちゃんと。逆に僕は全然いないんですよね、もう。友達おるわ、3人ぐらいは。俺はね、結構浅く広くより、ああ、いいよ。深く、ね、狭く、だから友達っていうの思ってるだけかもねって思う。くっそ。いいよ、別に。ね、言われても。いいよ、いいよ、いいよ。何？友達になってくれるの？なってくださる。逆に遠慮しとくわ。いやよ、米で悪口ばっかり言ってるやつは遠慮しとくわ、もう。恥ずかしがってるわけじゃない。拒否してるんで大丈夫。まあね、友達は、じゃあ友達になってやろうかとか言うな。遊びに行ったら遊んでくれるのって。どっちに？ユラは。僕はもう基本空いてます。いつでも空いてます。俺はね、なんか
こうさ、いじられてるからさ、すっげえ言うの申し訳ないけど、指名で来てくれたら遊びます。すげえ、僕指名じゃなくても遊びます。それはやばい、それはやばい。仕事しないと、仕事がちょっとおろそかになる、おろそかになる。あいつは男の子なんで、やっぱり女の子はそういう、まあね、まあまあ確かに確かに確かに、あ、免許持ってますよ。持ってる、はい、知らんかった。あの、意外にマニュアル免許持ってます。あ、俺も持ってる。さすがにちょっと運転乗りたくないわ。ちょっと怖いですね。ちょっと怖い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 わ。持ってるのにちょっとびっくりしたわ。そうですね、なんかすごい意外がられるんですけど、一応運転はしたこともあります。しかもこのさ、498個目さん、きっしっかりパソコンで運転し、あ、運転じゃねえや、上の声拾っちゃった。パソコンで打ってるわ。あの、打ちミスでね、ゼロを WWW 草生やしてるから。あ、年上でも全然もう、だからね、パソコンをカカカーって多分 W 押したかったんやな。一回ゼロいっちゃった。上いっちゃいました。ゼロいっちゃった。僕もよくあるんですよ、ほんと。何使うの？あ、僕普段あの基本的に部屋でパソコンいじってニコ動眺めてる。あー、ニコ動見るよね、はい、ニコ動なん、ゲーム実況、それとも、あ、僕、あの、ちょっとあのこれ言っちゃうとちょっと本当に変な人だと思われるんですけど、はい、なおさらちょっとキャラがあれなんですけど、はい、ホモビデオ見てるんですよ。ホモビデオ見てるって、あの、ゲーム、もうほら、それユキヤさんだわ。いや、違うんです、あの、ちょっと皆さん見てる、みんなわかるかわかんないですけど、僕、陰夢中なんで、ホモビデオをその切り取って遊ぶコンテンツの、その、そういうのが好きで、それでいつも毎日毎日その、それ見てるんですけど、だからこう身振り手振りがこう、あ、いやいや、もう本当、ね、本当違います、違います、すごいネタとして、その、そうですね、だからちょっとあんまり草とか生やされるとちょっともう嫌なんですけど、草生やしてほしくないって。いや、声がちっちゃいね、俺の声がでかすぎるだけだ。あ、本当ですか、声大きくした方がいいですね。だから、はーい。大きくします。調べればいろいろ、あの、大百科とか載ってるんで、もうぜひ調べてみてください。任務でニコ動で調べたらね、ちゃんとニコ動の中にもウィキペディアみたいなちゃんとあるからね。ちゃんとありますね、もうそれ僕本当に毎日あの電車乗ってる時とかもいつも見てるぐらい大好きなんで、うん、ちゃんとイヤホンしてる？イヤホンはしてないんですよ、それが垂れ流しです、もう電車乗りながら、はい、ただの迷惑行為じゃん。いや、でも音量はすごい小さくしてある。あ、そうなんだ。それ言ったらね、もう最近で言うと、すごい電車乗れるのって来てる。なんか僕何歳だと思われてるんでしょう、ね。その感じだからだよ。切符買えなさす、あ、ちゃんとあのスイカ持ってます。切符は買えないと、スイカでチャージして、それでなんとかしてる。はい、なるほどね。ちょっと話されましたね。俺はね、喋ってるともう完全にこの音が振り切れるから、あ、ここ音量になってるんですね。あ、そうそうそう、声量ってこと。あ、はい、じゃあ僕もその振り切れるぐらいまで頑張って。いいね、あれ振り切れてないな、ダメだ、振り切れません。いや、もっと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 全力、さっきの、はい、声出します、はい。全然足りてねえじゃん。ほら、俺の笑い声がもう振り切れるからね。あれ、おかしくないですか、声量全然変わんない気がするんですけど。いや、気がするだけだよ。あ、本当ですか。さっきのナオが体でかいだけじゃんって言われるけど、声がでかい、声があれですね。あ、ほんと僕が声張っても全然上に半分からちょっとたどり着かない。なんだこれ、壊れてる。もっと近くまで寄っててみ、マイク、そっちに、そっちのマイク、マイクこっち。あ、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 すごい、振り切った、振り切った。ワニワニパニックできるって言われたら、ワニワニパニック、唐突にワニワニパニック来たっすね。ワニワニできますよ、全然。ワニ、え、 ないですよ、あれ、ワニワニあるよ。え、あるんですか。なんだここ、これあれ、ワニワニパニックってありませんでしたっけ。すごい、なんかこういうのあるんですね。面白いな、なくなった。はい、ナイトチエブさんから、ワニワニパニックが紛失したって、誰か酔っ払って持って帰った。そうですね。はい、じゃあ、今日はね、ゲストみたいな感じでね、ユラ来てもらったんで、まあ俺が MC で毎回こうやって進めていくにあたって来てもらったユラくんに、はい、何が出るかな、
何が出るかなって、これ なんていうテレビやっけ、あの、わら、あれ違うな、笑っていいと思うじゃない、ライオンのなんちゃうね、そう、ライオンの名前が出てこないをやろうかなって思います、はい、さあ、まず1個目、ごきげんようだ、あ、ごきげんよう、そうそう、ありがとう、はい、これ初めてエッチした話、はい、一番腹が立ったこと、自慢できること、笑える話からの、いや、すごい笑える話、恋の話、逆や、こっちか、恋の話、悲しい話、はい、こんな感じかな。でこれを、CM 明けに、知りたいか、知りたい、知りたくないんかい、知りたくじゃあやらじゃあ、じゃあやめた、もういい、もうやめた、やりません、はい、じゃあ一旦 CM 行きます、はい、Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday dearHappy birthday to you。 こんな俺だけど、一生かけてあなたを幸せにします。運命の人と出会うならイオンインク、イオンインク熱いね、イオンインク。はい、ゆらがね、我慢できなくなって今トイレにオナニー行ってるんで、じゃあ俺がこれ何サイコロ振ってやる、何フェチ、俺普通にでもそういうの話しちゃうかな、何フェチか、初めてのエッチ一択だって、一択ですか、ちょっとトイレのドア、あの鍵が開かなくて焦ったんですすごい、なんかあのドアちゃんと閉めないと開かないですね、あれ本当お前不安の系やね、はい、じゃあね、サイコロ、はい、振ろうか、あ、振りますね、あの聞きたくない人はもうあのミュートにしちゃっていいの、こすってきた、あ、ごめん、今オナニーしてるって言った、本当ですか、ごめんなさい、もう済ませてきました合わせ方な、じゃあこれね、はい、じゃあユラに、あ、これ、はい、はい、初めてエッチした話を出してもらうようにちゃんとじゃあ振ってもらおう、いきなり難易度高くないですかこれ、まあ6分の1だからね、いや、かなりの確率、いきます、はい、はい、ちょっと待って、ちょっと待って、これはね、これはすごい、ちょっと待ってちょっとやばい、携帯のね、あんま映したらあれ、これはね、あのちょっと今送りますね、これちょっとこれはすごい、あのたまにあるよね、でもこういうのって、そうですね、やっぱりこれたまにあるな、場所が悪かったミラクルを起こして、じゃあちょっとごめんなさい、酔ってます、そうだね、あの難しいね、これはハプニングだね、あの、出てないんだよねこういう状態、こういう状態、机の角に見事にハマって、角にね、ハマってこれはもう、これはもう一回やってもらおう、もう一回いきます、もう一回やってもらおう、はい、はい、今度こそちゃんと、今度こそちゃんといきます、はい、へい、あ、エッチいかなそう、はい、自慢できること、すごい厳しいこれ、嘘、自慢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 、これご機嫌用風にやった方がいいの、自慢できること、俺すごいんだぜ
え、あ、俺すごいんだぜ。あ、はい。自慢できることすごい、また難しい難易度。え、高いな。自慢できること、自慢、なんか毛みたいについてるから嫌だな、これ。嫌ですね。え、なんかしかもまた本当自分でまた難しいの引いちゃったな。自慢できることか、なんだろう。どうしような、普段ずっと部屋こもってるだけだから自慢できることがなんかやばいやばいやばい、はよはよとか言われてる。どうしようどうしよう。資格、あ、はい、僕あの商業高校通う、あ、はい、ごめんなさい、なかったら初めてです。あ、はい、商業高校通ってたんですけど、あのだから簿記とか僕資格持ってる、意外に簿記の資格持ってるんだ。簿記、そうです、簿記検定2級ぐらい持ってる。簿記検定2級持ってるんだ。あ、なるほど。簿記検定、商業高校出て簿記検定2級の資格を取って、そうそう、はいはいはい、もうそれで卒業して、うん、簿記検定の卒業は、そうです、卒業はできできない、あ、できなかったんですけど、ま、なんだこれ。だってみんなが下ネタ欲してんだもん。だって下ネタすごい、初めてのエッチ大好きですね、みんな。2人エッチ、すごい、高校商業高校ってすごい。なんだこの人。だからさ、ね、みんななんか初めてのエッチの話、そんなに初めてのエッチ僕の気になります、聞きたいって言うからさ、だから下ネタ、時間的にもエッチの話いいじゃんみたいな。あ、なおさん工業高校、普通高校です。あれすごい大嘘つかれましたね、さらっと普通高校です。さらっと大嘘つかれたっすね。あれとか言われてます。僕は普通高校です。あれ、女性の体で気になるところ、え、それどういう意味、どういう意味で気になるところなんだろう。それはフェチとかそういうことなんですかね、うん、真っ先に見ちゃうところとか、そういうことですか。え、でも多分一番パッとさ、目の前に座ってて見るところって言ったらさ、足か胸じゃね。僕はやっぱり、あの、おっぱいみたいな、ね、あ、おっぱい、あ、でも、でもなくてもすごいいいんですよね。ない方がでしょ。いやでもやっぱりその黒缶パツンのロリの子だったら、巨乳でもその貧乳でも、あ、すごいって。動きが揺れすぎなんだよ。ゲイとか言われてますね、僕。すごい、そうですね、もう巨乳ロリでも貧乳ロリでも大歓迎です。だからロリが好きでしょ、だから。かといってでもお姉さん系もいけるんですよね。ただ、穴があれば何でもいいらしいです。はい、穴があれば何でもいいらしいです。だってでも、もうブレブレ、もう穴があれば OK なんじゃん。あ、声小さくなってます。やばいやばい、大きくしないと。なるべくこっちに近づいて話す。うん、ダメだ、話す。うん、そうですね。で、自慢できる話はそれだけ。あ、そうだ、忘れ、それ終わり。自慢自慢自慢。だってさっきあのなんか趣味とか聞かれて、そのギター弾けるって唯一の僕の自慢できる部分、じゃあちょっと待って、ギターあるんですか、やめてよ。やめてよ。あ、ギターってなくなっちゃった、なくなったんですよ。あー、もう全部なくなった、なくなったもん。ワニワニパニックもギターも全部なくなったわ。全部すごい。あの、どんどん芸路線に走ってるんですけど、ナオとおじむだくならどっちって来ました、ね、あ、もう全部質問答えな。本当ですか。いや、さすがにそのナオさんに決まってるじゃないですか、ね、いろいろとちょっと比べる対象がおかしいですよ、ちょっと。てか、ね、もういい、いい、いい、男を抱くとかいい、やめましょう。僕女の子大好きですよ。今抱いとことか来ましたね。もう今蛇行になってるから、ね、今蛇行だから。それ今のなキャラの設定が蛇行してるから、すごい、やっぱり俺のネタ取らないで、心を抱くネタ。誰取ったの、もう。やめてよ。やっぱりちょっと不女子の方が多いんですよね。そうなのかね、やっぱでもね、なんだろう、 BL が好きっていう女の子やっぱ初回でも来たりとか、指名で来てる子とかもやっぱ中にはいるから。本当ですか、かっこいい女性とか、可愛い女性、これどっちに聞いてるのかがいまいちわかんないですけど、やっぱり、あ、でもやっぱね、いや、俺は両方がいいかな。あ、両方なんか兼ね備えてる子が好きかも。あ、かっこいいって言うと黒木メイサとか、なんかこっち系やろな。かわいいって言うと誰やろな。
可愛いって言ったらやっぱりあの小倉優衣とか。小倉優衣、それ個人的に好きな人の名前出したでしょ。分かりにくいんだよ。だからその個人的に好きな人だと分かりにくいから、それで言うと、北川景子もかっこいい系に入るのかな。綺麗系というか。あ、だから、ね、そうそうそう、かっこいい綺麗系でしょ。いや、かっこいい系と可愛い系ってまた新しい聞き方だね。あ、そうですね。綺麗系と可愛い系っていう。かっこいい系。そう、黒木メイサー、今俺言わんかったっけ。やっぱり橋本環奈ちゃん可愛いですね。ああ、それはわかるわ。すごい可愛いなって思って、うん、山田奈々とかも可愛いけどね、うん、石原さとみと北川景子、俺北川景子の方が好きやな。僕石原さとみの方が可愛い。この前ね、ちょうどジャッジっていう映画見たの、はい、妻夫木聡主演で北川景子も出てくるやつ、はいはい、で、はい、あの北川景子はね、可愛いって。え、結構なんかクールなイメージありますけどね、顔的に。あ、そうそうそう、でもね、可愛いんだよ、なんか。何？袖以外染み抜き失敗したの。あー、そうね、すごいよね。すごい、あの話の広げ方が雑。すごいですね。でもそういう風に考えられることがやっぱすごい。俺尊敬する。僕こうやってダオさんの服見てて、あの袖以外染み抜き失敗したと思ったことない。思ったことないでしょ。ないでしょ。これそう考えられることがすごいよね。素晴らしい発想力だ、うん。すごい、俺今尊敬したもん。すごい尊敬した。うん、すごいすごい、本当にそこまで、ね、よく逆にそんなに発想力が。でも荒探しのプロだろうね、本当に。どこでも多分本当どこでも多分本当完璧な人を見つけることが難しいぐらい。ね、これはもう草だわ、本当に草生やしてる。もうこれはすごい。いや、すごい。そうだ、ヒートテックかって、またそれに便乗してくる感じで、すごい、いろんな人がね。つながってない、つながってない。あの、ノースリーブじゃないから。ノースリーブで黒の T シャツとかじゃないから。ほんとに。はい、ということで、今日もね、もうそろそろお時間です。ほんとはね、もう 2,3 人ぐらい来る予定だったんですが、まあ、しゃーなくね、はい、いや、休み明けってことはすごい酔っ払ってる人たちもいたし、まあ、そうですね、うん、こういう時あるよ、うん、はい、で、今月、来月か、11月はイベント、神宮寺楓副主任バースデーイベントあるんで、そうですね、はい、そこをね、また放送室で日付しっかりチェックしてくださいということで、今日の放送ありがとうございました。でもなく黙り込んだことにされ、何回目の錯覚だ、笑っていたろう、さっきまで伝い込んだ仮面をやめ、落下に紛れ込み死んでしまった順序、ましてや無情なほど溺れているんだよ、息もせずに。壊れてゆくこの街で僕らは無力だ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。